皆さんこんにちは。自治会連合ナウのコーナーです。今週は狭山台地区からのご紹介となります。自己紹介からお願いしたいと思います。はい、狭山台、連合会長を務めてます福田です。単位自治会は、狭山台1丁目です。今日はよろしくお願いします。はい、この今年度を振り返りまして、お取り組みですとか印象に残ったことなどをお話しいただけますか。コロナがだいぶ収まってきて、はい、各自治会の活動が本格化してきました。で、今年一番やっぱり大きかったのはふるさと祭りが4年ぶりに、はい、実施できたことですね。はい、で、まあ狭山台地区は高齢化がいろいろ言われてますけど、祭りに集まった方はもう若い方がとても多くて、こんなに若い人がいたのこんなに参加してくれたんだということはとても私たち喜んでましたね。5000人近く集まったんじゃないかと思います。そうですか。狭山台の、ね、ふるさと祭りっていうと本当にここをふるさととして、一度外に出られた、ね、方たちもこちらに戻ってきてお祭りに参加するなんていうのを以前伺ったことがありますけれども、そういったやっぱり良さもあるしね。改めてこうふるさとの良さをここがふるさとなんだっていうことで、みんなで認識して、それはとても大きな役割を果たしているんじゃないかと思います。そうなんですね。ただ4年ぶりというとご苦労された部分もあるんじゃないですか。そうですね、はい、私も会長になってからは初めての祭りで、そうなりますか。はい、はい、特に自治会っていうのは1年ごとに新しい役員が来るので、はい、皆さんとにかく初めての方ばかりで、はい、どっから手をつけていいのやら、どういう形で持っていくのやらみたいな、そういった、問題はありましたね。それを乗り越えて、開催に駆けつけたという、そういった意味ではまた喜びもありましたけれども。あれだけの大きなイベントですからね、本当にご苦労もあったかと思いますけれども、その乗り越えたというところがすごく良かったですか。そうですね。皆さんどんな風に言ってらっしゃいました。やっぱり それぞれの地区がいろんな、出し物っていうかな、物を販売したりとか、テント出されたりとか、で、うちの1丁目は生ビールをやったんですけれども、やっぱりお客様が来てね、生ビールを美味しそうに飲んでると、あ、やっぱり良かったなみたいな、そういったものは感じられましたね。私たちは狭山台2丁目で、小学校5、6年生から始まりまして、この文化が長く続いておじさんになってしまいました。もう30年の歴史があります。30年間、地元の祭りを盛り上げるために、今では狭山市街、市街からの盆踊り大会からも依頼を受けております。改めてなんか地域のつながりみたいなのを皆さん深めることが、そうですね、一つになったんでしょうかね。はい、体育祭、こちらはいかがでしたか。体育祭もね、昨年から復活して、はい、行われてるんです。今年は特に雨がね、開催前の、雨がどうかな心配したんですけれども、毎回地区役員が変わるので、また新たな一歩という形になるんですけど、私どもの地区ではですね、以前その経験された方をお招きして応援部隊みたいな形で関わってもらうというふうに計画しました。要は役員の OB のような方が応援をしてくださる体制が作られた。それが、これから生かしていけたらなと思います。それは今あれ会長のところ の地区のみなんですか。で、これも連合会で話しましたら、はい、あ、それはいいシステムだということで、うちもやってみたいみたいな、はい、地区もあったので、はい、広げていけたら、共通の課題なんですよ。みんな他の連合会の会長の方もおっしゃるには、やっぱり高齢化が進んで役員のなり手がいないっていうのがね、はい、共通の悩みなので、それに対してはそういうふうに応援 OB の方に
協力を仰ぐというのも一つの方法かなみたいな。そう、あの現役員の方たちもね、もうあの楽しく OB の方たちを受け入れる。そうですね、広がるから余計ね、うん、地域の防災計画というのを皆さんでお話し合いになられてきていたなっていうふうに思うんですが、それは今どのような感じになってますか？自治会ごとに避難訓練、はい、あの安全確認の行事を行われましたけれども、もともと私たちもあのより自主的により安全な方法でそういった活動ができるようにということで規約をね、総会に規約を、改正の規約を作って皆さんに定義、提案したので、それを受けてまた今年度も具体的なね、活動に結びつけていけたらいいかな、さらなるこう計画の内容が考えてます。進められていくというふうな形なんですかね、なんか音楽がお好き、ご自身も何かそうですされてらっしゃる、うん、自分も音楽が好きで、あの、アルトサックスとかアコーディオンとかギターとかいろいろやってるんです、そういった意味ではあのふれあい音楽祭が、あのうちの地域の取り組みではないけれども、招待されて伺って、とても心に残りましたね。そうなんですね、会長個人的には成功しているということなんでしょうかね。はい、そうです。はい、で私あの狭山台だと少し気になるのがやはり高齢化という部分が、まあ、特徴の一つでもあるのかなというところでは、何かお取り組みですとかっていうのは行われているんですかね。あの私は連合会長なので、あの社会福祉協議会が毎週金曜日に、あの会議を行っているんですけど、そこにあの民生委員の方も大勢いらして、あの具体的な問題とかどう乗り越えるかとかそういったことは話し合ってますね、で孤独死もやっぱり増えてきているので、まだそれをこの自治会に戻して大きく動くってとこまでには至らないんですけれども、そういう情報はあの皆さん、共有をされている、してると思います、でここの自治会さんがそれなりに動いていらっしゃる。そうですね、見守りの活動する団体もあったり、これからこの狭山台地区何かこんな風に今後もしていきたいよねなんて何かありますかね。皆さんね、あの高齢化であのなかなか人と関われない、だからそういうお祭りとかあったら一人じゃ行ってみよう、体育祭とかも行こうかなってしないけれども、やっぱり日頃あの地区清掃とかゴミ出しとかで一声かけるようなね、地域であれば一緒に行こうよって声かけて、やっぱり本当にあの住んでらっしゃる方がみんなが楽しめるような地域になればいいかなって、そうですね、基本ですよね、気持ちも気にかけていくみたいな、お互い様的な、そうだから今は隣に誰が住んでて、どういった方かっていうのわからないところが多いじゃないですか、ところも多いのが、一般的なケースですけどね、うちはでも、隣近所と方とも挨拶して話しまして、それはいいのかな、そうですね、何よりも挨拶から、じゃあこの公園であってもこんにちはと、そうですねということでしょうかね、はい、わかりました、ではね、あのこれからもご活躍をいただきまして、いろいろお話ありがとうございました、ありがとうございました。この後はね、隊員自治会さんの、あの防災のお取り組みですとかをご紹介してまいります、どうもありがとうございました、ありがとうございました。狭山台苦海区自治会の会長をやっています大沢と言います。どうぞよろしくお願いします。勇気を出して大声で応援を呼び、119番通報と AED の手配を依頼し、最近 AED を導入しましたので、これの使い方講習会などもやったところですが、あのできるだけ、大勢の方のですね、安全安心を見守れるようなそういう防災会にしていきたいなというふうに思っています。
この防災会の活動も自治会と一緒になって、進めているのがこの特徴だなと思っています。いろいろ勉強になりますね。結構難しそうですね。そうですね、はい。自治会でこういうのやってくれるっていうのは。そうですね、はい。何事やっぱ経験なんで、はい。結構難しいですね。実際で初めてだけど、実際難しい。でもやってみて、よかったです。多分災害の 3.11 の時からだと思うんですけど、自主防災会というのが立ち上がりまして、その自主防災会でやはり必要な防災の知識 の皆さんとかの研修をするとか、そういう授業を年に2回ほど取り入れまして、火災の練習とか地震の時の避難の練習とか、そういうことをやっています。で備蓄品、防災備蓄品の管理とか、そういうことをする会を立ち上げてやっています。喉で詰まったり何か起こったら絶対この形を取ります。咳できますか？咳できますか？できない、できないってなったらもう早くこうだ。脇の下から手を入れてあげて、顎先を持ちます。で、ちょっと 前に動かしてます。で、まあ、こうすればちょっと出やすくなるので、この形にさせてあげて、で、まあ、肩甲骨の間をさっきあったこの手の硬い部分で、もう本当思いっきり思いっきり相当思いっきり叩いてます。痛いくらい。年内に、まあ、私も一緒に参加しますけれども、今日の振り返りみたいのはちょっとまた別改めてやりたいと思いますが、特に改めて今日相談しておきたいのはですね、防災機材、それから備蓄品の購入をですね、リストを上げてもらって、それを確認していこうと、こういうのを希望しているんだというようなものがリストでなくてもいいし、特にある方はやはり他の地域でも同じかなと思っているんですけれども、次の自治会の、まあ、担い手、役員のなり手がなかなかいないというふうなことがここでも抱えています。ただここではできるだけね、大勢の皆さんが楽しくやっぱり自治会をやろうということと、一人の人に負担がかからないようにして、少しずつ力出し合えばね、楽しい自治会ができるよということを目指そうということで、中心に運営を進めています。そういう中で最近では2世といいますか、この団地に来て生まれましたというような人がね、ポチポチですけれども役員に加わってくれてきているというのが嬉しいことです。以上です。